それでは、はい、皆さんお待たせしました、というわけで、セッション始めてまいりたいと思います。私が今公共部門の仕事をしようと思った理由ということで、皆さんご存知の方も多いかと思いますけれども、つい最近ですよね、何日でしたっけ、もう本当につい最近東京都の副知事になられた宮坂さん、お越しいただいております、はい、どうもこんにちは。はい、じゃあおかけになっていただいて、はい、私も実はヤフーで少し働いていたことが、そうですね、はい、瞬間的でしたけど、はい、震災があってですね、ヤフー辞めますって言って辞めた直後に宮坂さんが社長になったっていうですねそうだよねそういうタイミングでやばかったなと、宮坂さんが社長になったのもしかしたら辞めてなかったんじゃないかみたいな、いうぐらい、非常に尊敬できる方で、まあ、上司としてもですね、本当にビジョンを持って、いろいろと本当にこうビジョナリーなことをずっとやられてきた方で、まあ、このサミットにお招きいただけること、お招きしたこと、できることは本当に僕も楽しみにしております。僕もありがとうございます、嬉しいです、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、最初にですね、ちょっとこのスライドの説明から、皆さんのアプリからも、このセッションから多分リンク貼ってあるんじゃないかなと思いますけども、このスライドで質問を受け付けております。で、4文字入れてもいいです。スライドのページに行って4文字を入れてもいいんですけど、 ASKM です。 ASK 宮坂の M です。ASKM って入れると、皆さん質問自由にできますので、スマホからもできますので、ぜひ皆さん、宮坂さんの講演を聞きながらですね、このこと聞きたいなっていうことを入れていっていただければというふうに思います。というわけで早速ですけれども、今日のテーマはですね、まあ、宮坂さんずっと、企業で、そのいろんなビジネス側でやってきたわけですけれども、そもそもなんで東京都の副知事になられたのかと、で、まあ、今どういったことをやっているのか、今後どういったことをやろうとしているのかということをまずお話しいただいてから、セッションに入りたいと思います、はい、ではよろしくお願いいたします、はい、どうもよろしくお願いします。いただくならこっちの方がいいかもしれないですね。これ文字かぶっちゃうんで。あ、これ使います。はい。で、それで回る。はい、見えるか。大丈夫。はい、それでは最初に30分弱ぐらいですね、僕は東京都の仕事をするようになったきっかけの話をちょっと最初にさせてもらいたいというふうに思います。実は私去年まあちょっとある、新しい会社をちょっと作って、まあ、ヤフーソフトバンクグループの中ですけどね、やってたんですよね。でそれで初めて仕事の業態的に、自治体ですね、いろんな自治体に営業に行く機会が多かったんですよ。でもう本当に日本全国いろんな自治体に営業に行ってたんですけど、まあ、その中に東京都もちょっと入ってまして、東京都に営業に行ってましたと、まあ、そういう中でですね、一度東京都の方からですね、知事も含めた東京都の幹部の前でですね、東京都ってこれからどういうふうにすればいいと思う、デジタルの部門でっていうことを自由に話してほしいっていうふうにちょっと言われたんですよ。まあ、時々そういう研修会をやってらっしゃったそうなんですよね。で、まあ、僕も別れましたということで、提案した資料は実はこれなんですよ。まあ、今9月24日の日付ついてますけど、話したのはもう 春ぐらいですね。春ぐらいにまあそういうプレゼンテーションをして、まあ、その時の資料をまあほぼ、まあ、ちょっとややダイジェストでさまってるところもありますけど、まあ、ほぼ残した形でやっています。まあ、この資料がまあ僕が東京都で仕事をするきっかけになった資料になります。でまず職員の、ね、方にまず話したのはこの話なんですよね。やっぱり平成に何をやるべきだったんだろうかという話をしました。で、これはですね、2005年 の, ローマのですね、バチカン広場の前の写真なんですよね。まあ、こんな感じで新しいローマ法を待ってらっしゃいます。これが2013年にはですね、全く同じイベントがあったんですが、こういうふうに変わるんですよね。まあ、みんな iPhone 持ってます。2007年に iPhone が発売されたわけです。やっぱ世界はこの10年ぐらいでですね、急速にやっぱ変わっちゃったわけですよね。こう全ての人の手のひらにインターネットがつながっちゃったわけですよ。でやっぱこれがやっぱり平成に起きたことの一番大きなことではないかなと僕は思ってるんですよね。
でこの全ての人がインターネットにつながるっていうところに乗れた企業とか乗れた国とか地域っていうのはすごくこうガーッと伸びましたし、乗り損ねちゃったところっていうのは、まあ、あんまり伸びなかったと、まあ、簡単に言うとそういうことではないかなと思っています。で2012年にあのマーク・アンドリューセンさんがソフトウェアが世界を飲み込むというあの有名な、ね、論文を発表されたんですけど、まあ、あらゆるビジネスがソフトウェアに飲み込まれていくよと。例えば小売りはアマゾンに飲み込まれちゃいますとかですね、音楽産業 CD を売るビジネスはアップルに飲み込まれちゃいますよ。要するにまあソフトウェアに全部置き換わるんだという話をされてました。で結果的にその30年平成元年と30年で見るとですね、平成元年は世界の時価総額ランキングのほぼ全てが日本企業だったんですけど、平成30年は一つも入ってないと。そしてそれ以上にやっぱりすごく大きな変化は、平成元年はですね、いわゆるソフトウェア企業というのは、まあ、IBM さんだけなんですけど、平成30年このピンク色のは全部ソフトウェア系企業なんですよね。やっぱり世界で見てもですね、やっぱりソフトウェアで飲み込む側の企業が勝つ30年と、飲み込まれちゃった側が苦しんだ30年というふうに思っています。まあ、そんな中でこれから何が大事なんだろうかというふうに思った時にですね、やはりこのデータをですね、どういうふうに使っていくのかということが一番大事になると僕は思っています。まあ、データと言ってもいいですし、まあ、データを処理するクラウドとか AI というふうによってもいいんですけど、まあ、いわゆるこうデータをどれだけ上手に使うかが、まあ、今もう現実になりつつあるんですけど、まあ、これからますます重要になってくるんだろうと思っています。で今いろんなジャンルであのホニャララテックとかですね、言葉がたくさんあるわけですけど、まあ、自分自身はですね、まあ、先日詰めて言えば 今まである産業とかビジネスにデータを組み合わせて再定義されているというふうに捉えているんですよね。まあ、教育にこうデータをうまく組み合わせて、まあ、エドテックみたいな、エドテックとかできたりとかですね、そんな形で、まあ、既存のビジネスにデータをどん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 加えて、どんどん学習しながら賢くしていくと、まあ、そういった動きが起きていると思っています。まあ、そういう中で都市、まあ、この幕張もそうですし東京都っていう大きな都市もそうなんですけど、都市っていうのはデータを、まあ、多分膨大に生み出しているはずなんですけど、データってうまく使えてるのかなと。なんかデータ出しっぱなしで集められてもないし、それを都市の制御とかマネジメント使ってんのかなっていうのはちょっと思ったんですよね。なんでこれからは都市はやっぱりデータを使う、まあ、そういう時代に入っていくんではないかというふうに思っています。なんでまあ都市におけるデータの利活用ということをやりましょうという提案をしました。で昭和と平成っていうのはあの東京っていう街は基本的にこうファクトリーですよね。まあ、ものづくりのためにどん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 進化最適化するこう街づくりをまあ東京都はされていたわけですが、やはり令和以降はですね、まあ、データですね、データを集めて使いやすい街に、そしてデータを徹底的に使う街にやっぱ変わっていこうというような方向性をまあ今も思っています。で21世紀はあの都市間競争の時代と言われています。もちろんあの東京と地方という間でね、どういうふうにこう最適にしていくのかという問題もありますけど、一方でもう一つ大きな問題というのは、東京はどうやったら上海やシンガポールやニューヨークに勝てるのかと、これ非常に大きな問題なんですよね。やっぱ東京って常にその外の都市を見ないといけないと、そして勝たないといけないと、まあ、そういうまあある種宿命を負っているところなんですけど、まあ、多分起きるのはですね、世界の主要都市のどこが最初にデータを利活用する都市になるのかと、まあ、全てのジャンル、行政サービスにおいてですね、まあ、そういう競争がいよいよ用意どんで始まっているんではないかと思います。でまあ、もう一部始まってますよね。データを街のマネジメントを使っていくことが始まってます。まあ、一つの例としてあのアリババが広州でやってるね、ET シティブレインという都市管理の AI を持ってるわけですけど、まあ、それを使って交通データを全部こう収集して、信号の制御とかですね、センターラインのこうコントロールとか全部やるわけですよね。まあ、これ非常に最適化しやすい、まあ、データの利活用方法だと思うんですけど、まあ、こんなことも始まっていますし、 Google さんもね、トロントの方でやられてますし、ドバイの方も新しいことやるぞって言ってますし、もうあらゆる都市がですね、あのデータをどういうふうに利活用しようかということの挑戦がまさに始まったばかりというふうに思っています。まあ、その、まあ、データを使う東京になるためにですね、まあ、準備をしないといけないと思います。まあ、これをまあ僕はデータレディーな東京になるっていうことで、考えています。データレディの東京になるにはまあ2つのステップが必要だと思っていまして、1つ目はまあつながる街にしましょうと、そして2つ目はこのデータを使える人の数を増やそうと、特に職員側ですね、それを今思っています。まあ、つながる街についてお話をしたいと思います。まあ、先日あの8月の29日にですね、知事の方から東京都は世界最速のモバイルインターネット空間を作ると、それに着手するというまあ発表がありました。
まあ、東京データハイウェイと呼んでるわけですけど、やはり今からもう今もすでにですね、日本の一番大きな産業というのは実は情報通信産業なんですよね。情報通信産業はやっぱモバイルインターネットで出来上がっているビジネスですから、情報通信産業をどんどん伸ばすためにもですね、まあ、モバイルインターネットというインフラをもっともっと強化しないといけないと思っています。まあ、こういうわけで、まあ、特に今 5G ですね、まあ、この 5G が今すごくホットになってますので、まあ、これについてしっかり手を入れていこうと思っています。まあ、1K64 大会は新幹線とかね、まあ、自動車みたいなこう目に見えるレガシーを我々の先輩は残してくれて、まあ、それによってこう東京という街はすごく大きく発展したわけですけど、まあ、次はですね、もちろん道路とか鉄道も整備しますけど、まあ、同じぐらい力を入れてですね、この電波の道というものを徹底的に整備していこうと。そして東京というのはいつの時代もですね、モバイルインターネットに関しては世界最強の空間になっているということをやる、まあ、ムーブメントを今から起こそうと思っています。で、まあ、いくつか、まあ、いろんなことをやるんですけど、まあ、これちょっと割愛しますね。はい。で、まあ、東京データハイウェイってどうしてもその今話題になりやすいのは 5G なんで、 5G の議論になりやすいんですが、それだけじゃないです、決して。例えば外国からインバウンドで観光に来られる方は Wi-Fi ですよね。今実際問題、ラグビーのワールドカップ、僕もちょっとこの前試合見に行ったんですが、やっぱハーフタイム繋がらないんですよ、インターネットが全然。で、昔は平成はそれでもいいと思うんですよね。まあしょうがないじゃん、人がいっぱいいんだからと。でもやっぱり令和の時代にですねっていうのは、やっぱり2万人のスタジアムって言ったら2万人同時接するのは多分当たり前になるわけですよ。なぜならば2万人のスタジアムっていうのは2万人用のトイレも作るし、2万人用の駐車場も作ってるわけですよね。じゃあなんでインターネットだけ繋がんないのと。これやっぱ明らかにおかしいわけですよ、これ。多分だから令和の時代っていうのは 5G もそうだし、 5G なくても別にいいんですよ。 Wi-Fi でも構わないと、もっと遅い回線でもいいと。とにかくこの東京っていう大きな空間からですね、多分、まあ、ドローンのことも考える、こう 地上地表、空中空間から地表から地下面まで含めてですね、まあ、理想だけで言えば、まあ、ビッグピクチャーで言えば一坪たりともですね、通信のつながらないところをなくしていくということがですね、非常に重要ではないかと、まあ、僕は思っています。それからもう一つ、やっぱり災害時のインターネットですね。やはり一番これから東京がやっぱ向き合うべき一つの課題は、どうしてもやっぱ災害から逃げられないですよね。セーフシティというのは今東京掲げてますけど、災害の時にやっぱり一番必要になるもの、もちろんこの お水とかですね、電気とかありますけど、食料とかね、合わせてやっぱりインターネットにつながるってものすごく重要なことになると思います。なので災害の時にこそインターネットに皆さんがアクセスできるような、このインターネットの強靭化ということもですね、東京データハイウェイの中でやらないといけないと思っています。で、次に、まあ、そういった感じでインフラをこうどん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 整備していく一方でですね、今度は東京都の職員側の方もですね、デジタルの分かる人材を作らないといけないと思っている。まあ、これが2つ目のステップになります。で、これは19世紀のロンドン の写真なんですよね。で、こちら側に蒸気自動車っていう当時のイノベーションの起きた自動車が映っていて、その向こう側の方ですね、この赤い旗を持ったおじさんがいらっしゃいますよね。で、当時ロンドンっていうのはオールドテクノロジーが馬車だったんですよ。そこにニューテクノロジーとしての自動車が出てきたもんですから、そのまあメジャーな、まあ、いわゆる既得権のテクノロジーを持っている人がですね、馬車が驚くからやめてくれと。なんで蒸気自動車を走らせるときには人間が前に旗を持って通りますって叫びながら走るという、まあ、そういう謎のルールができて、まあ、いわゆる規制ってやつですねまあそういうことが起きるわけなんですよね。でもやはりこの技術っていうのはやっぱり意識改革とか、まあ、もちろんレギュレーション大事ですよ。レギュレーション守る、レギュレーション作った方がいいんですけど、やっぱり技術のトラブルは技術で解決するのがやっぱりテクノロジストの正しい姿勢だと思うんですよね。なんでやっぱり職員っていうのはやっぱり技術に対して、新技術に対して安易にこう規制で逃げるんではなくって、やはり技術的にクリアできないかと、まあ、そういう姿勢でやらないとですね、全然進まないじゃんというふうに思っています。で、これは世界の主要局でICT が社会課題を解決できると思いますかというふうに聞いた質問なんですよね。まあ、デジタルテクノロジーは世界をより良い世界にするのかと聞いた資料なんですけど、中国は 71% で突出してポジティブな捉えてるんですよ。で、日本は突出して低くて 22% なんですよね。まあ、逆に言うと日本っていうのは8割ぐらいの人がですね、デジタルテクノロジーは怖い、不安だ、わからないと、ひょっとしたらそう思ってらっしゃる可能性があるわけですね。よく中国っていうのは一党独裁で何でもかんでもトップダウンだからできるって話をよくします。それもひょっとしたらあるかもしれない。でも一方で多分国民とか市民が多分求めてるんだと思うんですよね。このテクノロジーはいろいろ問題あるかもしれないけど、私たちとか私たちの子供をよりこう前に進ませてくれるすごい魔法みたいな道具だと思ってるから、多分自動運転だとか顔認証とかですね、まあ、どん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 進んでると。
なんでまずやはり最低でもですね、都の職員はですね、デジタルテクノロジーに対してこういう一番下のような感じではなくって、これは本質的に我々をどんどん豊かにしてくれるテクノロジーなんだというふうに思うような人を増やさないといけないと今思っています。そんな話を知事にしたらですね、早速動いてくれまして、再来年の新卒採用からですね、新たな東京都の職員の中にですね、IT 部門、IT 専門職にもなかったんですよ。IT スペシャリスト採用を始めてくれるということになりました。これは小さいけど非常に僕は大きな一歩になると思っていて、こうやってどんどんその IT のテクノロジストをですね、東京都の職員の中に増やしていきたいと思っています。でこれちょっとアクセンチャーさんの力を借りて世界主要国の IT 部門の職員の数を数えてるんですよね。これ見てもらったら、ちょっと数字についてはまだちょっと精査中なんですけど、やっぱ東京都少ないんですよね、明らかに。やっぱり67人とか、そういう、実際その本当の意味で ICT の企業から移った人って今10人ぐらいしかいないんですけど、やっぱ少なすぎるんですよね。やっぱ人口はシンガポールの倍ぐらいいます。シンガポールの倍いるんだけど人数は集中戻りと、こういう状況なんですよね。なんでやはり何をやるかって戦略も非常に大事なんですけど、やっぱこうやっぱまず人を集めると、組織を作るということがですね、今実は地道なようで一番大事ではないかと思っています。でビジョナリーカンパニーという有名な本がありまして、そこにはですね、バスっていう例えをしているんですけど、バスの目的地をどこにするかを決めるよりも先にですね、バスに 誰を乗せるか決めろという、有名なセリフがあるんですよね。それでいうと東京都っていうのはまず最初にバスに今人が乗ってない状態なんです。ほとんどデジタルっていうバスに対してですね、だからまずちゃんとバスに人を乗せようと。そして東京都というサイズでいうとですね、バスじゃ足りないんですよ。この船ぐらいの大きなものを作って、この船に人をバーンと乗せちゃうと。そしてみんなでわー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 議論してですね、俺たちは何をやるんだという話をしないとですね、あんまり少ない人数でわしゃわしゃわしゃやってもですね、多分あんまり動かないんじゃないかなと思っています。でこの船ですけど、船の乗せ方をですね、ぜひ、挑戦してみたいと思っています。今まではこの都の職員だけが乗ってるケースが多かったんですよね。やっぱこれからはですね、それに加えて外の IT の専門家がですね、柔軟な雇用体系で参加できるとか、それからスタートアップの企業の人、今なかなか調達のルールとかで入りづらいんですけど、これなんとか一緒にスタートアップの人も同じ船に乗れるとか、それから社会起業家と言われているような人たちがですね、その同じ船に乗るとか、それから今日ここにいらっしゃるようなシビックテックで市民側の方からですね、行政とか自分の住んでいる町を良くしたいと思っている人がこの同じ船に乗れるような形になんとかできないかなっていうようなことをですね、なんとか作り上げてみたいなと思っています。この船ができて、そこにこう多様なね、自分の町を良くしたいと思う人材と専門能力を持った人が集まればですね、どんどん物事は僕は進んでいくんではないかという手応えは感じています。そうすれば、おのずとこの東京ドットデータ、東京ドット AI と呼んでもいいんですけど、東京をデジタル化する街ができると。これどんな街になるかはですね、その船にたくさん人を乗せてですね、しっかり議論してやりたいなと思っています。はい。一つやらないといけないことはやはり規制緩和はあると思います。東京データハイウェイって仮に世界で最高峰のモバイルインターネット環境ができるとしますよね。でよく国も東京都もユニコーン企業を出したいという話をするわけです。しかしこれ世界のベスト20のですね、メガユニコーン、時価総額1兆円企業のランキングなんですけど、このピンクのかかってるやつはですね、20社中9社なんですけど、この9匹のユニコーンはですね、今規制で日本では思い切って仕事ができないんですよ。なんでやはりユニコーン企業を生みたいんであれば、グローバルスタンダードのユニコーン企業がこの国で伸び伸びとこう放牧できるような環境にしてあげないとですね、ちょっと無理ではないかなと思ってまして、そこはそこでぜひ、規制緩和は進めないといけないと思っています。で最後に少しだけ補足して終わりたいと思います。私はソフトバンクのグループにずっといまして、ソフトバンクのミッションというのはデジタル情報革命で人々を幸せにというミッションなんですよね。僕はこれすごく好きで、今でもとても信じている言葉です。ただ一方で、自分がソフトバンクとかヤフーで働いていた時にですね、世の中どんどん便利になるわけですね。デジタルテクノロジーで、まさに自分がヤフーに入った時はですね、まだインターネットもすごく遅かったですし、モバイルインターネットなんか全くなかったです。それが今では LTE でスカスカモバイルで動画が見れて、そして 5G とかになってね、もっともっと簡単に動画がサクサク見れる時代が来るわけですよ。スペックとしては圧倒的にこう便利になってるんですけど、こう便利の延長に幸せってあったのかなと思うと、ちょっとあんまり自信がないですよね。もしこのテクノロジーが進化するイコール幸せになれたんであれば、みんなすごくハッピーになってるはずなんですけど、
なんかそこに関してはややちょっと横ばい気味ではないかなと思っていて、まあ、これも僕はちょっと行政の方でやってみようかなと思ったきっかけでもあるんですよね。で、自分が今一番やりたいこと、まあ、仕事としては僕のやるべきことは ICT で直接関係ないんですけど、やはり今一番この我々自身とか我々の次の世代のですね、幸せにとって非常に重大な脅威と思っているのがやはりこの気候変動なんですよ。で、これ環境庁が予測してる、毎年予測してるページに載ってるやつなんですけど、このままいくと2100年の夏に東京がだいたい44度ぐらいになると、こういう予測がこれ出てるんですよね。これ環境庁がちゃんと予測してるデータなんですよね。で、これ去年版で今年版が改定されていて少しマシになったんですけど 43.6 度ぐらいでしたでも代わりにこの台風が90メートルと、まあ、台風今すごいになってますよね。まあ、そういう感じで、まあ、こういう未来を作るのか作らないのかっていう、まあ、選択肢にちょうど今僕たちはいるんじゃないのかなと思っています。そしてこれはあの世界の都市の世界の全体のこう人口の推移ですね。こう右肩上がりにこうわーっと増えていってるわけですね。2050年には66億人ぐらいになると言われてるんですけど、この下の赤いところはですね、人口に占める都市人口の比率なんですよ。こうやって見てもらったら分かる通り、世界の人口は増えていくし、そして都市人口がどんどん増えていくんですよね。なんで多分その地球とか社会全体に対してやっぱり一番インパクトが大きいのは都市をどう変えるのかということは僕は勝負になるというふうに思っています。で、まあ、東京データ、東京ドットデータと、まあ、僕が主に主管する仕事っていうのは、まあ、便利とかですね、もっともっと便利にしようとかですね、もっともっと生活に選択肢を増やそうとかですね、もっともっと経済的にがっつり稼ごうみたいなですね、まあ、そういうこう経済に関するお話です。そしてもう一つ、まあ、東京都はですね、知事が昔から環境問題にすごく前向きにされていて、そして先日はゼロエミッション東京やりたいと宣言、2050年までやりたいと宣言されているわけですけど、まあ、僕はそれ実はすごくちょっと感銘を受けたんですよね。まあ、いろんなこう行政の方がいらっしゃるわけですけど、まあ、なかなかあそこまで環境問題のこととデジタルのことを両方セットでやろうって言ってくる方なかなかいらっしゃらなかったので、まあ、それだったらひょっとしたら僕の力もお手伝いできるかなと思って、まあ、実は参加させてもらったと、まあ、そういうことになります。多分これからの街というのはこれまでのようにですね、テクノロジーをどん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 社会実装していって、もっともっと便利に早く安く多くみたいなね、そういうことをやっていこう。これは当然続けるべきだし続くと思います。加えてこう安全でですね、持続的な環境とか、仲間がコミュニティですよね、友達が周りにいっぱいいるとかですね、まあ、そういったなかなかこう銭金では数えられないようなことも含めてですね、やっていかないといけないというふうに思っています。それが両方できた街がですね、多分21世紀のプロトタイプの都市になるというふうに思っていて、で今東京というのは世界で一番大きな都市圏なんですよ。世界で一番大きな都市圏でテクノロジーを使って、掛け声でやってもねこれ無理ですから、テクノロジーを使ってこの両方ができるような街が作れれば、とてもやりがいのある挑戦になるというふうに思って、この仕事をやることにしました。で、最後に僕は実はもともと東京都の外堀をきれいにするっていう NP をちょっとずっとやってたんですよね。あそこをきれいにしたいと思ってて、まあ、そのきっかけになったのはこの実は絵なんですよね。これ三越前に、東京都の半蔵門線の三越前の地下にあるこう絵なんですけど、当時の江戸時代の絵なんですよね。で、当時の江戸時代、江戸っていうのは世界で一番大きな人口の世界最大の都市、そしてこの日本橋っていうのは世界最大の都市の中の一番の経済的中心地、まあ、つまり世界で最も経済の中心地といってもいいようなところが、まあ、この橋だったわけですけど、この橋のですね、すぐ下側にですね、こう人が泳いでるんですよね。たった150年前っていうのは経済の中心地で人が泳げるぐらいの、まあ、両立感があったわけですよ。まあ、それをまあこの150年かけてより豊かにより便利な、まあ、この軸の方に振り切るために、それはしょうがなかったと思うんですけど、まあ、やってここまで、まあ、便利でですね、経済的豊かな東京ができました。まあ、次のやっぱり21世紀というのはですね、そういったこう経済的に豊かな東京をもっともっと豊かにすると、そして加えて合わせてですね、こういうような、わざわざ東京から鎌倉とかですね泳ぎに行かなくても目の前の川に飛び込めるようなですね、まあ、そういった街をテクノロジーで作るということができるんじゃないかと僕は思ってます。もちろんこれこんなことできるのかという人もいると思いますけど、僕は実はすごく楽観的に考えています。なぜかというと、まあ、私たちはやっぱテクノロジーを持ってますよね。僕は小学校の時に田舎の町出身だったんですけど、そこで習った社会の教科書のですね、多摩川の写真が出てたんですよ。まあ、1970年代だったんですけど、もうこう泡が吹いてるんですよね。なんか洗剤の川みたいになってて、これ川かどうか分かんないような川だったんですよ。
多分丸子橋の川だと思うんですよね、あれは。でも今僕はあの辺を歩くとですね、川はすごく綺麗になっています。なんでかっていうところはやっぱテクノロジーですよね。40年かけて泡だらけだった川が非常に綺麗で、鮎がいっぱい泳ぐ川に慣れてるわけですよ。やっぱりテクノロジーを使えばですね、そんな信じられないことやっぱ起こせるわけですよね。なので僕はこれからぜひとも東京都の職員でですね、テクノロジーを信じて使える仲間をどん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 増やして、テクノロジーを使ってですね、街をもっと変えていきたいと、まあ、そう思って東京都の方に、まあ公務員ですね、思い切ってなろうと思ってまあ転職したわけです。まあ、ぜひともあの僕はこの中のではですね、一番の新参者になると思いますので、ぜひこの行政サイドの仲間としてですね、一緒に汗をかきたいと思いますので、今後とも一つよろしくお願いします。はい、宮坂さん、大変素晴らしいお話をどうもありがとうございました。あのとても分かりやすく、これまでの経緯と、これからやりたいことというのをご説明いただきました。これからはですね、まあ、シビックテックですので参加型で、進めていきたいなというふうに思います。これプレゼンモードってこれでできるのかな。ね、ちょっとお待ちくださいね。先にちょっと私の方からあの質問させていただきながら、進めたいなというふうに思います。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、これでいいか。まあ、宮坂さん実際に、もうすでに都庁で勤務をされているんですよね。はい。まあ、そういう いろんなこうやりたいことがあって、まあ、いろいろこう、そのアイデアがある中実際に入りましたと。実際働いてみて、感想というか率直にどう感じていらっしゃいますか、都庁の中。ドラゴンクエストですね。ドラゴンクエスト、今ちょうどウォークが流行ってますよね。はい、そうですね、まあ、未知っていう意味でね、本当にこうダンジョンがいっぱいある中でこうやっぱり組織の名前とかね、名称とか行政独特の役職とかあるじゃないですか、こう、はい、まあ、そういったものも行政プロトコルが分かりますが、何もかも真新しいんです。はい、あ、大丈夫ですか。あ、でもまあ、別にドラゴンクエストって言い方をしましたけど、別に面倒くさいなんじゃなくて、やっぱ実は結構新鮮で面白いんですよ。やっぱこう何もかも今まで自分が見たことがないようなことばかりこう日々起きてるんですよね。で、今まで会ったこともない人ともちろん会いますし、はい、まあ、ヤフーとかソフトバンクでいろんな事業やってるなと思いましたけど、はい、つくづくこう行政っていうか社会って広いなとつくづく思ってますね。そうですよね。もう本当僕もまあ神戸市とか、まあ、いろんな自治体にでこう働いたりしますけれども、な、本当にこう言葉使ってる言葉が違いますよね。そんな中でその、まあ、こういうビジョンを語られてもポカーンとする人もいるんじゃないかと思うんですけれども、そこにどのようなコミュニケーションをしていますか。まあそれは、まあ、ポカンとすると思うんですよね。まあそれは無理もないと思うんですよね。でもこう僕はいつも前職の時からやっぱ思ってたんですけど、やっぱこう最初に数パーセントでいいんでね、仲間ができれば多分 10% ぐらいいくじゃないですか。 10% いけば 20% ぐらいいきますよね。 20% いったらキャズム超えますよね。キャズム超えたら 50% いきますよね、はい、50% 超えたら変わらない方がマイノリティになりますよね、はい、だ多分最初の 2% とか 5% までがすごいしんどいんだと思うんですよ、うん、まあ、はっきり言って浮いた人になるんですよね。なんだあの人みたいな感じになりますから、はい、10% ぐらいになるとねちょっと目立ってきますけどね、うん、だから、まあ、いつも最初の 2% ぐらいをどういうふうにこう自分のことを分かってもらうのかっていうのはいつも苦労しますけど、はいはい、まあ、それは今非常に職員の方も実はすごく受け入れてくださってて、前向きに話を聞いてくれますし、もう今もう本当朝から晩まで、ずっと仕事してるんですけど、職員のみんなとですね、うん、非常にサポーティブにやってくれてますね今。そう、毎日登庁している。はい、もうすっごい働いてます。新卒の時より働いてるんですかね。すごいな、元薮野社長が。
それは本当ワクワクしますね。ありがとうございます。ちょっとなんか質問もねたくさん入ってるんですよ。でこれいいねボタンみたいなのがありまして、皆さん質問するのはもちろんしてほしいんですけど、この質問聞いてみたいなと、これすごくいい質問だなというものをぜひ投票していただけるとですね、良い質問から、順番に質問できるということになってますので、ぜひ冒頭するだけでもいいのでぜひお願いします。ASKM 左側にありますね、 ASK 宮坂の M です。で、スライドアクセスできます。じゃあちょっと上の方から順番にやっていきましょうか。印鑑の話が出ておりますね。これちょうど最近その印鑑協会、との絡みとかで行政でちょっと炎上してたりするネタですけれども、東京都の行政手続きから印鑑をなくすことはできますかと、まあ、ペーパーレスしないと行政 の効率化っていうのはなかなか難しいという中で、いきなり具体的な質問から入りますけども、いかがでしょうか。まあ、結論くらいはできると思いますよね。ただちょっとしばらくかかると思いますよ、正直。やっぱ今中に入って感じているのは、行政で働いていらっしゃる方のその情報環境がものすごい良くないんですよ、正直に言うと。はっきり言ってなんつうんですかね、弓と鉄砲みたいな、弓と刀みたいな感じですね。やっぱ正直すごくネットワーク良くないです、うん、IT 環境も良くないです、うん、やっぱそれで仕事しているとですね、なかなかペーパーレスとか、はい、ハンコレスってやりたいけどいけないし、そういう発想なかなかいかないと思いますね、はい、まずやはりだからこう道具をちゃんと作ってあげないとですね、うんうん、あんまり頑張れ頑張れって言ってもまずサクサク使えるインターネットとか、はいはい、パパッと検索して情報収集できるとか、はい、なんかスマートフォンでパッパとビデオ会議できるとか、なんかそういうこう足回りを作ってあげないとですね、うん、今のまんまでその最先端のアウトプット出せって言うとちょっとやっぱり無理があるかなと思いますね、はいはいはい、まずはちゃんとしたはその働く環境の整備からはい、はい、やはり道具ですからね、うん、道具は常に最先端のものを使う、はい、もう一択だと思うんですよ、はいはい、もちろんコストはかかりますけど、うん、そのインターネット周りの道具をケチるっていう、まあ、無駄遣いは良くないですけどね、それをあえてものすごい低い古い道具で使うっていうのはちょっとないと思いますし、そもそも人も入ってこないですよね、こんなことやってると、うんはいね、今の、ね、若手が新卒で入ってきてなかなかね、その今の本当にスマホが使えないみたいな環境でいきなり働かされるのは結構酷な部分もありますよね。まあそう思いますね。昔からいる人はもうそれ慣れてらっしゃると思うんですけど、なんていうんですかね、こう魚は水に感謝しないっていう格言を僕は聞いたことがあるんですよ。魚は水に感謝しない。そうそうそう。だ多分関君とかインターネットに感謝したことないでしょ、あんまり。まあそうですね、普通だから都庁の中にいるとすごい感謝しますよ、きっとインターネットがガンガンつながると、なるほど、こう酸素が濃いっていうんですかね、酸素が濃いなとか水いいなみたいな感じがあるんですけど、はい、やはりそういうね、環境の中でやってらっしゃるんで、うん、まあ、そこは僕が何とか入っていってですね、やっぱりいい環境で、これ職員じゃなくて議員さんもそうだと思うんですよね。確かに議員さんもやっぱりもっといいインターネット環境で仕事できるようにしてあげた方が絶対いいと思いますし、うん、職員だってそう思いますし、まあ、その周りにある団体もですね含めて、インターネットってやっぱせめてこう民間の人と同じレベルで使えるようにしてあげないとと思いますね、うん、はい、ありがとうございます。では次行きましょうか。次はですね、データを集めるのにも費用がかかります、税金がかかります、データを集めるためのインセンティブをどの財源から出すのが良いかお聞かせください。個人的にはトークンエコノミーに期待していますという質問が来ております。どうでしょうか。まあ、今どちらかというと集めるというよりも持っているものを出すという方が先かもしれないですね。もちろん集めるときに、ね、知事が地域デジタル通貨をやりたいという話をされているので、ね、まあ、あれトークンでやるのかポイントでやるのか分かんないですけど、まだ、はい、まあ、ひょっとしたら使えるかもしれませんよね、はい、なんかデータ集めてくれたらちょっとポイントなりトークン返すとかね、あるかもしれませんけど、まず最初にやるべきは東京都の中に溜まってるデータをちゃんとコンピューターが読める形で出すっていうのが結構重要だと思うんですね、はい、まあ、やはり PDF で出すみたいな話多いじゃないですか。そうですね、はい、そこの辺には関しては、まあ、まさにオープンデータに対しては期待をしているなというところですね。まあ、そういう意味でお答えとしては、集めるよりもまずは持ってるものを出すところから、はい、それだけで十分いろんなことができるんじゃないかというようなことですよね。それも多分、うん、まあ、仮説なんですけど、うん、
皆さんが職員の皆さんが日頃からこうコンピューターインターネットを使い倒せる状態になってないんで、はい、こう何ですかね、多分一般的な感覚だとね、こう PDF ででかいドキュメントにドーンと載ってると、うん、はい、めんどくせえなと思うと思うんですけど、そうですね、あんま思わないんだと思うんですよね。確かに普段そういうこう見る使う環境がやっぱ少ないですからね、まあ、キングファイルに入ってますね。そうですね、これがこういわゆる一般的なこうインターネットの情報を日頃から膨大に使うようになればですね、うんうん、ちょっとなんか俺たちの出し方おかしくないかと。なるほどなるほど。だん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 それ分かってくると思いますけどね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。あのオープンデータ関連でちょっともう一個質問があるのでつなげていっちゃいますけれども、あのデータのオープン化、オープンデータについてご意見を伺いたいですと。公共交通オープンデータに関わっておりますが、データ整備にコストがかかりオープン化は難しいという意見が未だに根強いですということです。で、民間企業にとってはデータを独占することがより価値を持つように見えていると思います。都として取り組みは考えられているでしょうかと。まあ、東京都はあのちょっと背景をお伝えすると、東京都はもちろんそのあの都の交通というのもありますけど、まあ、そもそも日本は、交通に関してはその民間に、委託している部分が多いですよね。まあ、電車とかもそうですけれども、そこに対してやっぱ企業側からしたら、それデータ出したくない、しかも売ってたりもするわけですから、まあ、そういったところに対して、まあ、公共のものだからみたいな形で進めることができるのかみたいな、そういった背景の質問かなと思いますけれども、これは結構根深い問題だと思いますね。やはり僕前ヤフーいたじゃないですか、はい、だから検索データの威力やっぱよく分かってるんですよね、はいはいはい、で行政に使うとすごい便利なの分かってるんですよ、はい、絶対出せないんですよ、はい、やっぱね今こっち側に来たんでちょっとヤフーの人いるか分かんないですけど出してくんねえかなと思ってますこうこう 身につばされるようによく分かりますね、これは。そうですね、うん、まあでも本当に、ね、本当難しい問題ですねこれ。まあね、あの、まあ、これに対してクリアな回答って多分ないですよね。そうですよね、多分お互いのメリットをちゃんとこう話し合うとか、そういったことより高次な次元のこう果実みたいなものを語るみたいなことですかね。まあ、まずは最低でも東京都の持ってる、ね、はいる、はいはい、関係している交通系に関してはしっかり出していくっていうことは最低にあると思いますが、ちょっとその先の、ね、ビジョンどうやるか、あのまさにこの辺についてアイデアのある人に船に乗っていただいてですね、はい、あの一緒にやってもらいたいなと思います、ね、はい、まさき伊藤さんよろしくお願いします。はい、彼は国交省でいろいろ進めている方。あ、そうですか、お願いします。船の席開けておきますからね。はい、よろしくお願いします。ということでちょっと次に行きたいと思います。行政職員の評価軸についてアイデアをお持ちでしょうか。今はチャレンジする失敗する可能性があることを支援できていない気がします。これはどこの自治体でもあるあるです。人事問題、やればやるほど仕事は増えてでも給料は上がらないと、結局年次で増えていくのでというところに対してどうモチベーションを作っていけばいいかというところです。ちょっとまだ僕人事とか全く見てないんで、あんま今何とも言えないですね。ですよね、まだこれからって感じですかね。ちょっと分かんないですけど、はい、まあでもチャレンジしやすくしてあげたいですよね、やっぱり。そうですね、うん、はい、これはまあ私の方としては確かにまあ給料に関して手をつけるのはかなりこうハレーションがあると思うんですけど、やっぱその例えば行きたい仕事、やりたい仕事ができるとかですね、ちゃんと自分で考えてキャリアパスを設計できるみたいな、そういったことはすごい大事だなと思っていて、そういう意味ではまず手始めにその IT 系の専門職っていう役職を決めたっていうのはかなり大きな意思決定だし、それでやりやすいことが増える人も結構いるんじゃないかなというふうにも感じました、はい、そうですね。あとはちょっとこう来たばっかりなんですけど、もっとこう行政の仕事をしている方に、まあ、あんまり、ね、税金ですから派手にはできないですけど、もうちょっとこう脚光が浴びるような場を作ってあげたいと思いましたね、はい、やはりなんですかね、大体行政系のシステムで話題になるってなんかダウンしたとかなんか漏れたとか、はい、そういう時ばっかりじゃないですか。そうですね、なんか新しいこと始めたってほとんど話題にもならないですよね、うんうんうん、やっぱりたくさんの、まあ、僕は3ヶ月ですけど、ね、いろんな自治体の人であの ICT 頑張ってる人の、ね、はい、話を聞いて、ね、新しいチャレンジされてる人もいるんですけど、
ああいうのをね、ちゃんと時々でいいから、うん、年に1回でもいいからね、あのこの自治体頑張ってるなとか ね、 いいですね、そういうのが、ね、出てくると、まあ、このね、多分ここにはそれに近い人も多いと思うんですけど、うんうん、行政をデジタル化するとか、僕は将来すごくホットになると思うんですけど、今まだ始まったばかりじゃないですか、はい、だからひょっとするとそれぞれの自治体の中でね、うんうんうん、あんまりこうブイブイ言わせられないかもしれないですけど、やっぱりだからこそコミュニティの中ではですね、はい、しっかりとこう、あ、今年はこの自治体すごいなみたいなね、うんうんうん、そういうのはぜひあるといいんじゃないかなと思いますけどね。いいですね。ホルグの加藤さんはここにはいないのかな。いない。今加藤さんのこと言ってるなと思ったんだけど、残念。Code for Japan サミットで、あのメディアスポンサーもやってるんですけど、あのヒーローズオブローカルガバメントってメディアをやっていて、いいですね。あのこの公務員がすごいアワードみたいなことをやってる、素晴らしいと思いますね、はい、人がいて、あの本当にそのポジティブな面を応援するのってすごい大事だなと思って、はいはい、そうですね。だそういうメディアが出てきたっていうのも時代の変化みたいなのがあるんじゃないかなとは思っています。だから本当にあの皆さんも大事だと思うんですよ。いいことやったらいいねって言ってあげるっていう、その文句言う人は多いんですけど褒める人が本当少なすぎるんで、それは皆さんが貢献できる一つの、ポイントじゃないのかなと。そうですね、はい、僕はあのそう思ったきっかけって昔そのヤフーオークションの担当したことがあったんですよね。で非常に多くのマーチャントと言われている小さな出店者、まあ、個人事業主さんとかお店がいっぱいいらっしゃるんですよ。ですごく工夫しながら商売を大きくされるんですよね。で小さなカテゴリーごとに賞が作ってあって年に1回表彰式あるんですよ。やっぱ皆さんすごい喜ぶんですよ。ちょっと僕も驚くぐらい喜んでくれるんですよね。で多分なんでそんな喜んでくれるんですかって聞いたことがあるんですけど、やっぱり社長なんで褒めてもらえないんですよ普段。そうか、確かにそうですよね。その年に1回これで褒められるために頑張ってるみたいな感じもちょっとあって、もちろん売り上げも伸びるんですけどね、賞を取るとね。やっぱだから人間ってそうやってこう自分が一生懸命やってそれに対して給料上がるのも嬉しいけど、ちゃんと見てあげるとか、すごい面白いことやってるねって声をかけてもらえると、こう折れそうな時にね、もうちょっと頑張ろうみたいな感じでなれると思うんで、まあぜひこういう世界の中でね、あの声かけ合ってやるのはとても大事じゃないですかね。ありがとうございます。ぜひあの、まあ、その都の中での職員表彰制度みたいなのもしかしたらあるかもしれないですけども、そういうのも活用してぜひモチベーション上げていただきたいなというふうに思います。はい、あこれもすごくシビックテックらしい質問ですね。あの行政職員が全てを賄うことは不可能だと思います。まあ、要は行政だけで何でもできないよねと。でそこに期待するべきでもないと。でそういった中でシビックテックへ求めるもの、こういう行政のちょっと外側で何かやりたいという人たちに求めるものってどういうものがありますかね。まあ、今まで東京都に関しては、まあ、僕は3ヶ月しかいないですけど、思ったのはやっぱり外側との接点が非常に少ないなみたいなね。まあ、もちろん広域だからってちょっとあるとは思うんですけど、そうですね、比較的外のね人と話す機会が、うん、まあ、情報系の人については少ないなって印象を受けてるんですよ。うんうんうん、だよく言ってたのがもっと日焼けしろとか言ってるんですよね。日焼けしろ外に出ろって言ってるんですよ、ね、色白の人が結構多かったんでもうちょっと出て色んな人に会ってこいよみたいな話をするわけですけど、まあ、シビックテックに限らずね、シビックテックの方とかスタートアップとか、それからいろんなイベントに顔を出すとかですね、あの新しいことをやってるところがあったらそこに顔を出すとか、そういったこう知的好奇心とフットワークみたいなものはもっと持った方がいいと思うんですよね。はい、それがあればきっと、それがないから割と職員だけになりやすい可能性があるんで、はいはい、職員が職員としてのプロフェッショナルなんですよ。うん、一方で外側には外側のプロがいらっしゃるんで、うん、シビックテックの方とか、はい、スタートアップとか社会企業の方とどんどんこうコミュニケーションをね取っていってほしいなと思ってますね。ありがとうございます。まずはじゃあつながってほしいと。でそう、まあ、そういう場もね何とか作りたいなと思ってるんですよね。うんうん、具体的にどうやるかちょっと分かんないんですけど、はい、何らかの場を作って都の職員の人と、うん、シビックテックの人とか、うん、NPO とかスタートアップの人が時々こう意見交換したりね、話し合ったりして、はい、やっぱ知らないことにはシナジー生まれないんで、うん、ちゃんとこう、はい、知れる関係をやっぱ作っていくっていうか、昔の日本家屋という縁側みたいなね、ああいう空間ですよね。はいはい、ああいうのがやっぱりいるんだと思うんですよね。縁側、なるほど、いいですね。ありがとうございます。はい、そうですね。あ、ちなみにこの中に都の職員っているんですかね。ちょっと気になったんですけど。あ、いた。さっき一人だけでほっとしたんですよ。よかった。はい。
ゼロだったらどうしようかと思いましたけれども、はい、よかったです。はい、ぜひ、まあ、まずはこうつな外に出てきている人が。そうですね、さすがです、褒めてきますね、はい、皆さん拍手こういう方がもっともっと増えてくるという、ね、そうですね、やっぱり人数多いですから ね、はい、ねもうどこ行っても東京都の職員ばっかりだなぐらいのね、はい、感じになったって人口比でいうのはねおかしくないんで、うん、ぜひそうなってほしいですね。そうですよね、はい、逆に言うとまあ我々もそういう参加しやすい参加したくなるようなそういうイベントなりワークショップなりっていうのをどんどん企画していきたいなというふうに思います。はい、議会の抵抗はないですかっていう質問が来ています。まあ、今はまだ1回しかクリアしてないんで、はいはい、まだよく分かってないですけどね。はい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 、まあこれからどうかって感じですね、はい、今のところはじゃあ1回目は別に問題なくっていう。でやっぱり独特の緊張感ってありますけど、はいはい、一方でチェックアンドバランスだなと思いましたね。それは僕は社長の時は株主総会とか取締役がそれに当たるわけですけど、ちょっと雰囲気は違いますけどね、はい、やっぱある種チェックアンドバランスがあるからこそ逆にこう、うんうんうん、なんていうんですかね、思い切ったことをする一方でちゃんと説明のできることしかやっちゃダメだよなみたいなね、はい、そういうのはあるんで、こう議会をこう行ったり回らせてもらった時にある種こう、あ、民主主義ってよくできてんだなってちょっと思いましたね。なるほど、まあガバナンス上やっぱりあった方が健全だよねと。そう、もちろんね大変だとかある、ひょっとしたら僕もそういう局面になるかもしれませんけど、やはりわーわーわー言ってくれる人がいるから、うん、一方で思い切れるところってあるじゃないですか、こう、はい、自分が行き過ぎた時に止めてもらえるっていうのがね、なるほど、はい、やっぱないと本当に危ないなと思うんで、はい、まあそういう人類の知恵がこう 議会党とその都庁ってちょっと離れてるんですよね、はい、あ、こう象徴的なんですけど、 こっちがグイグイやってこちらでチェックかけて、はい、で逆に提案もらってみたいなね、あ、こういうエコシステムだなっていう設計なんだなと思いましたね。なるほど、はい、ありがとうございます。いいですね、テンポよくいきましょう。次は、行政が民間の IT 人材を登用できない理由として魅力的な金額を提示できていない点があると思います。給料の問題ですね。宮坂さんは都庁に移られる際に、これ個人の話ですね、金額面で懸念点はありませんでしたかと。お答えしにくかったらパスでも全然大丈夫です。いや、もう公表されてるんでいいですけど。確かに新聞に載ってましたからね。そうですね、給料30万でしたからね。ねえ、びっくりしましたよ。ねえ、こう桁が2つぐらい下がってんじゃないかみたいな。まあ、はい、でもやっぱ税金ですからね、うん、あんまりこうたくさんもらうっていうのもどうかと思いますし、一方でちょっと誤解を招く言葉かもしれませんけど、うん、やりがいすごいあるんですよ。こうやりがいは本当にすごくあって、うん、まあ、大変なことも多いんですけど、はい、まあ、それも込み込みでもうすごいやりがいしかない感じですよね、うん、だからなんて、ね、やりがいだけはもう搾取し放題みたいな感じで僕なんですよ。それは分かります。お金はあまり取れないんですけど、まあそれでいいかなと思って今ちょっと頑張ってますけどね。まあまあそうですね、まあ本当に私自身もやっぱりやりがいはすごい神戸市とか感じますし、なんかそのやっぱり民間だけではできない仕事ができるっていうのは、ね、そうですね、はい、もちろんね、もうちょっと常に待遇は上がればいいと思いますけど、まあ、それはちゃんとさっき言ったね、東京データのマスにして効率的にしてもっともっと企業の方が稼げるようになればおのずとね、街が豊かになるんで、うん、まあ、そこをやってからだと思いますけど ね、 そうですね、はい、とはいえ今度採用していくわけですよね、はい、で、まあ、IT 系だと、はい、まあ、多分今引っ張りだこなんで、はい、平均給与は高いと思います。まあ、都の職員でも、金銭面だけだと魅力的ではないかもしれないですけども、そこに対してどうアピールをしていきますか。まあ、正直金銭面の勝負って無理だと思うんですよね、うん、であとストックオプションとかもないですし、はい、やっぱそこでやったってしょうがないかなと思うんですよね、うん、だから、まあ、それでもやりたいとか、はい、そういう人を取らないと、うん、むしろこう金銭面であんまりそろばん叩かれる人が行政に来るっていうのもなんかちょっとこう賄賂とかいろんなことが起きそうで危ないなって気がしますんで、まあ、むしろこうパブリックなことすごいやってみたいとかね、うん、そういう人が来て、でもまあもちろんちゃんと
ね、それなりの暮らしができるように努力はしたいと思うんですけど、はいはい、思考としてはあんまりこうお金お金とかストックオプションあるんですかみたいな人よりもそうじゃないタイプの人が向いてる仕事だと思いますけどね、うんはい、まあ、逆にある意味フィルタリングになるみたいな感じですかね、まあ、そうですね、はい、まあ、まあもちろん程度はありますけどね、はいはい、まあ言ってもね都の職員なんでめちゃくちゃ低いっていうわけではないですね。そうです、はい、まあ、実は結構コードフォーアメリカもですね、本当にこう優秀な人材を政府に送り込んでたりするわけですね。そこでもやっぱり給料はですね、やっぱ向こうシリコンバレーとかで、まあそうですよね、ヤフーじゃない、NASA で働いてたとか、はいはいはい、Google で働いてた人が、まあ、行政職員になるんですけど、やっぱ3分の1ぐらいになる。なりますよね。でもやっぱ1年2年働いてそこで得た経験をもとに起業したりとかですね、その新たなそのチャンスとして捉えている人も多くていいですね、はい、そういうむしろあれに選ばれたらすげえみたいな、そこでなんかもう2年間経験2年3年かな、経験するとなんかすごいことができるみたいな、まあ、そういうなんか誰もが憧れるキャリアパスになったら素敵だなというふうに、そうですね、思いました。僕もだから今こうねライフシフトとか本が出て人生100年とか言って5、60年働くようになったじゃないですか、はい、だったら前だって30年とかちょい働いてたわけですよね、うん、せっかく倍働けるんで例えばですよ、はい、例えば民間半分行政半分とかね、あ民間と行政と NPO3 本の実とか、はいはいはい、せっかく伸びるんだから何も同じことを同じ世界の中でいろいろやるのもまあ一つの生き方ですけど、せっかく伸びるんでいろんなものを見るのはいいと思うんですよね、はい、だから長い人生の中の伸びた寿命の数年を NPO とか行政で力を発揮してみるってすごく面白いと思うんですよね。いや本当にそれは私自身そうなんですごい感じます。で、まあ、あとはですねもうフルタイムじゃなくて週3でもいいとかそういう柔軟なやついいですね、はい、それがちょっと今ちょっと地方公務員の法律はまだちゃんとしっかり勉強しきれてないんですけど、もうちょっとね柔軟に民間の人を、はい、週3でもいいよとかね、うん、週3でもいいけどちゃんと意思決定できるポジションつけれますとか ね、そういうこう柔軟なことができればすごくいいと思うし、はい、僕ヤフーとかソフトバンクにいた時も周りの企業もね大体今副業解禁とかやってるわけですよ、はいはい、でも一方で副業できる人って世の中にすごく増えてると思うんですけど、うん、こう副業を受け入れる職場がないじゃないですか。まだまだそうですね、うん、副業募集ってあんまり採用ページ見たことないですよね。だいたいないんですよ。だから何してんのかなと思うんですけど、うん、もっともっとね都庁みたいなところはね、はい、副業の人来てとかね やって逆の意味での働き方改革っていうんですかね、やっていかないとね、はい、あんまり民間にやれやれって言ってもね、はい、なんか受け入れるところがないとみんなできないんで、確かになんかそういうね柔軟なこうなんか境界線を少しこうぼやかせるっていうんですかね、うんうん、そういうのができるとちょっと違った種類の雇用の流動化になるんじゃないですかね。いやすごくいいですね。まあ実際でも例えば生駒市さんとかは副業解禁してますし、あそうなんですか、はい、公務員法上ダメっていう話ではないのかなと思いますね、まあはい、まあどん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 柔軟にはね、うん、なればいいなと思います。はい、ありがとうございます。次ですね、こう都庁に入って一番のカルチャーショックは何ですかと、さっきもちょっとありましたよね。まあ、やっぱインターネットが遅いことですよね。これでつきますね。もうしかも仮想端末経由とかですよね。そうですね、インターネットって遅いんだと思いました。久しぶりに早いのしか使ったことがなかったんで、まあ、それはヤフーですからね。そうですね、恵まれてたなと思いました。もう水に気づいたと、水の素晴らしさ、そう 水とかね、酸素のありがたみに気づいたみたいな。それぐらいですけど、はい、まあでもそのネットワーク作るのも、まあ、実は大きなビルですから、はい、結構大変みたいなんですよ。あすごいでかいじゃないですか。そうですね、ね、そんなにこう僕みたいな素人がバンバン入れるよって言ってもすごいお金もかかりますしね、はい、まあ、そこも含めてチャレンジングですけどね、はいはいはい、ありがとうございます。国の CIO 補佐官のような民間からパートタイムで専門家を雇う仕組みを都でも採用するのはどうでしょうか。でもさっきちょっと出たような話、ね、これいいですね、これね、はい、今実は専門アドバイザー制度みたいなのあるんで、はいはい、まあ、そういうのは今後ね拡充していきたいなと思いますけどね、はい、実際国 の CIO 補佐官も、週1とかですね。そうですよね、週2とかで、うん、あれは僕もちょっと見たんですけど、ね、やっぱりよくできている制度だなと思いましたね。はい、はい、ありがとうございます。お小池知事はどんな方ですか。一緒に仕事をして印象とか変わりましたか。そうですね、あんまり言いづらいですね。、まあ、ここでなんかね最悪ですとか言えないですよ、ね、
配信もされてます。まあ、ボスですからね。これだってもう回答決まってる質問ですよね。最高です。はい、あとつくづくね、はい、友達に言われたんですよ、はい、小池さんもやっぱすごいじゃないですか、はいはい、もうキャラも強いし、はい、パワーもありますよね。で前のボスが僕孫さんとかじゃないですか。でその前井上さんでしょ、はい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 、でアメリカにマリッサ・メイヤーってボスがいて、ね、Google にいたね。確かにニケシュっていうすごいのがいて、はい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 、つくづくこうきつい上司に恵まれてる。確かに有名人ばっかりですよね。自分は大したことはないんですけど、まあ、ボスに恵まれてるのかこうなんか分かんないんですけど、きついの多いなと思いますね。面白いな。はい、ありがとうございます。次ですね、お一人いる都の職員の方に宮坂さんが入ってきたことに対する印象を聞きたいです。あ、いいですね。あのぜひマイク握っていただいて、あのこちらにあのステージにお越しください。すごい。ぜひぜひ。はい、ナイス質問です。今どちらの所属？広報校長部というところで広報をやってます。はい、いかがですか、宮坂さん来て。あ、お名前ちょっと。いや、あ、九子と言います。はい、はい、印象はまあいや本当なんですかね、まあ戦々恐々、まあ、これも答えにくい質問ですけどね。まあ、ボスでもあるんで、はいはいはい、でもあるって言っちゃいけない、はい、ボスなので、いや正直戦々恐々おというのは正直です、はい。まあ、たださっきあの宮坂さんもおっしゃっていただきましたけれども、あの都庁のまさにそのインターネット環境です。はい、あの職員として内心これねえだろうっていうのは思ってるんです。いいですね、正直で。はい、でそこをやっぱり中から言えないので、よろしくお願いします。頑張ります。やろう。素晴らしい。まあでもこういう場に来ているという時点で多分ね、まあ、いわゆるこっち側の人でしょうから。はい、ぜひ一応日焼けしてますんで。素晴らしい。はい、ありがとうございます。はい、いいですね。ちょっと変化も出ましたし、東京都の課題の解決に良いアイデアを持つ中小企業にチャンスを与えられる仕組みはいつ頃実現できそうですか？特に入札制度など。確かにね、結構、まあ、ちょっとここはまだ僕勉強中のとこなんで、うん、あれ、あの軽々しく言えないですけど、うん、まあ、いずれにせよあのスタートアップとかね、新しいタイプの企業がなんですかね、やっぱいつの時代も新しい技術って新しい人、うん、年齢じゃなくてね、ニューカマーがやっぱり試すじゃないですか、はい、最初ね、うん、そのファーストペンギンみたいな人が参加できるような仕組みにしないとね、はい、やはりどうしてもこう昨日の専門家が明日を作るみたいな感じになっちゃうじゃないですか。うん、あんまうまくいかないかなと思うんですよね、はいはい、だからもちろん維持する仕事はそれでいいんですけど、小さな範囲でもいいから明日を作るときはやっぱり新しい人がどういうやり方か分かんないけどちゃんとね、あの参加できる仕組みを作らないとこう昨日の再生産が行われるんじゃないかなと思いますね、はい。うん、まあ、やっぱりこう入札の仕組みっていうのはやっぱり硬直化してるなと思うので、まあ、そこはぜひ、メスを入れていただけるとありがたいなと。やっぱ神戸とかでね、すごいいろいろやった話聞いてね、はい、いいな、ね、素敵だなと思いましたけどね、はい。まあ、神戸は、ここの中にもその参加していただいた企業とかいますけど、スタートアップ支援もやってますし、もうやっぱりこう調達ってどうしてもやっぱ先ほどのこうガバナンスの面からも軽々しくは使えないんですよね。でスタートアップとかって特に目利きができないというか、別に実績で語れないので、しょうがないですね、はい、そうなるとやっぱ難しくて、そのお金を払うというよりも機会を与えるみたいな、で、まあ、実証実験やったりとか、差し支えない範囲のもう本当に最低限のお金で、まずはこう一緒に汗かく、お金は払えないけど一緒にこう、ステークホルダー調整するよとか、プロモーション一緒に頑張るよとか、まあ、そういったところの価値をうまく生み出せるような、まあ、そういう仕組みからやる方がいきなり調達に手つけるの難しいんで、まあ、いいのかなと思います。そうね、一方でその小さなできたばっかりの会社がどうしても東京都とかいろんな自治体さんがお願いするとすると結構サイズでかいじゃないですか。そうですね、全部受けるって結構大変だと思うんですよ。確かに。もうだからそれもちょっとあまりに大きな責任と重さを預ける可能性がありますよね、はい、そうですね。はい、うん、だから本当にこう数パーセントでもいいからこう調達のね、はい、うん、それをなんか新しい
技術を持った新しいタイプの人ができるようにしてあげると ね、なんかそういうバランスとしてはそういうのがいいんじゃないかなと今は思ってるんですけど、まあ、もうちょっと調達の仕組みを勉強して、はい、やろうと思いますね、はい、国では J スタートアップとかの制度がありまして、はい、ああいうのも結構面白いかなと思います。ある程度専門家が目利きをしてこれはスタートアップとして有望だというふうにリストになってるやつですよ ね、あれいいですよね、はい、しかもあれだと普通調達って ABCD ランクが決まっててほとんどの会社が D に当てはまるんですけど、あれに選ばれると国の調達でも結構高位の調達資格で参加できるみたいなのがあって、そうですね、はい、なんかそういうこうね、サッカーとかでよく U20 とかあるんですよ、はい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 、U5 みたいなね、なんかできて5歳以下の企業だけど、そういうのができるか分かんないですけどね、はい、やっぱりそういうこう新しいスタートアップとか新しい人たちにこうチャンスをね、あげるってすごい大事で、まあ、僕もこの仕事をやるにあたって東京の歴史とかこう泥縄でいろいろ本読んだんですけど、やっぱり戦後の東京っていうか日本経済を作ったのってみんなスタートアップじゃないですか。そうですね、やっぱりね、焼け野原になっちゃって公職追放でみんなね小さな会社になって、やっぱ東京って結局スタートアップが作った街ですよね。確かにソニーだって昔みんなね小さかった、本田さんだってね、みんな昔はスタートアップだったんですね。やっぱりそういうこう何週も何週もちょっと回し損ねちゃった感があるんで、確かにもっともっとこのもともと持ってたね、はい、シリコンバレーになりたいって言わなくても、うん、シリコンバレーの前に東京っていうのは焼け野原からスタートアップを生み出してきたわけじゃないですか、はい、だからもう一回それを思い出してちゃんとこうスタートアップに優しい、まあ、挑戦者に優しい街っていうんですかね、うん、あ、いいですね、挑戦者に優しい街、なんかそういうのになるのがいいような気がしますけどね。ありがとうございます、はい、ぜひお願いします。民間企業、ベンチャー企業に今 副知事になられてから期待することは何でしょうか、まあ、どんなことを期待しますかということですね。企業とかベンチャーに一番期待してるのはやっぱ人ですね。人、さっきも言いましたけど人増やしたいなと思ってるんですよ、うん、で、まあ、今は新卒をやりますって知事が発表して、中途はまだ何も動いてないんですけど、はい、まあ、いつか増やす、ね、タイミングができた時にぜひ民間企業から引っこ抜くっていう、まあ、もちろん転職してくれれば嬉しいですけど、はいはい、企業の問題とかね、いろいろあるんであれば出向できてもらうとかね、はい、3年だけちょっとやってみませんかとかね、そういうの柔軟なことをぜひやってみたいと思うんで、うんうんうん、そういう時にあんまりこう出し惜しみせずにですかね、はい、できればエースの人をいいです、ね、送っていただければなと思いますね。ちなみにコードフォージャパンの地域フィールドラボという仕組みがありまして、行政にまさに企業からですね3ヶ月間ぐらい週1で来てくれみたいな、そういう制度をやってまして、はいはい、結構いろんな自治体に活用していただいて、まさに人材がこう流動すると別にフルタイムじゃなくても全然よくて、はい、そうですね、週1行って、はい、その職員の名刺を持ってこういう名札つけて、宮坂さんが感じたようなですね、そういうインターネットで働くみたいなのはすごく価値があるなと思ってます、ね、はい、そう、流動性を高めるのでぜひやっていただきたい。何も転職市場で流動性を高める必要もないと思うんですよね、うんうん、そういう、こう副業っていう形だったり、うん、週一勤務みたいな、ね、形でもうちょっとこう違った、はい、こう形で、ね、流動性って高められるような気もするんで、そういったことはぜひやりたいし、逆にその、ね、待遇の面でやっぱり、ね、すごい IT 企業給料高いですから、はい、フルタイムでやっぱ取れないのもちょっと現実としてあるんで ね、なんかでもそれでも自分の町のために少し時間を使ってみたいっていう人がいらっしゃれば、その力をちゃんとこう受け止められるようなこう柔軟な受け皿というか、まあ、船のこう入り口を開けとくっていうんですか ね、そういうことはちょっとやってみたいですけどね、うん、はい、ありがとうございます。ちょっとこれスタートアップ関連が続いているな、まあ、一応行くか、行政を改善できる、良くするソリューションを作っているスタートアップとか社会起業家とかも結構いらっしゃってると思いますが、なかなか行政とつながるまでのハードルが高いですと。多分これ調達以外にもファインダビリティとかですね、そのコネクト、はい、そもそも窓口がないとかそういった問題なのかなと思いますけど、はい、僕はもうよくしますもん、はい、ちゃんと、まあ、例えば先日ね、僕は住宅政策本部っていう都営住宅とか公団とかやってらっしゃるとこ行ってたんですよ。で聞いたら26万戸持ってらっしゃるんですよ。26万戸、東京都内ね、はあ、でスマートホープって今結構ホットな領域じゃないですか、はい、もういろんな意味でスマートホームって大きな企業の社内ベンチャーもあるし、大企業もあるし、本当のスタートアップありますよね。でスタートアップの人と話す機会ってありますかって、やっぱなかなかないらしいんですよ、うん、皆さんやっぱ忙しいんですよね、まあ、まずめちゃくちゃ忙しくて、ね、余裕がない感じもやっぱあるんですよ。もういろんな
ことが起きますからね、はい、多分僕の仕事っていうのはそういうスタートアップ、僕もスマートホームの人たちってあんま知らないんですけど、うん、なんとかこうね僕は多分コネクターになってつないで時々でいいからその住宅やってる人にこういう人たちも出てますよとか言って、例えば26万戸全部いきなりやってっつうとそれはスタートアップの人は無理じゃないですか、うん、はい、まあ、そのうちの例えば30戸だけでもいいからね、なんかちょっとこう、はいはい、なんですかね、独身お一人で暮らしていらっしゃる高齢者の方用とか、はい、こうハンディキャップのある方の一人暮らしの方の家を良くすることをやってみるとかですね、うんうん、そういったつなぎ方っていうのはひょっとしたらできるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、僕のところと僕のチームのところでなんとか外のそういうスタートアップとか社会起業家の人とか、まあ企業内で新しいねスタートアップの人がいるんで、こうなんとかこうつなげられるようなことはしたいと思ってます。これはやります、はい、ありがとうございます。宮坂ピッチみたいなのやったらいいですか、平井大臣、前の平井大臣みたいにあんま目利きに自信がないんで僕はい、はい、ヤフーなどの IT 先進企業は労働環境や福利厚生が充実している印象があります。行政はおっしゃったように やりがいのある一方で労働環境の悪さや待遇から若手の離職が問題になっています。どのように改善すべきなどご意見ありますでしょうかと、まあ、ちょっと僕席が今ね副知事室っていうその囲われたところにあるんですよ、はいはいはい、いわゆるこう一般の平場に行ってないんですよね。これちょっと良くないなと思ってて、どっかちょっと時々行きたいなと思ってるんですよね、はいはい、もうちょっとこれは職員の人と話をしてみたいですけど ね現場の人の話をちょっと聞いてみないとですよね、うん、はい、ありがとうございます、はい、東京ドットデータビジョンが成功したときに他都市のモデルとしてもらうためにインフラ投資が必要なものは難しいとしても、行政側のノウハウやナレッジの公開や全国知事会等を通して首長の意識改革など全国的に底上げしていくお考えはありますでしょうか、と、まあ、東京がうまくいったとして波及をさせていく部分、はい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 、これは絶対やるべきだと思いますね。でむしろその東京がっていうのも東京ができたら東京がやればいいですし、逆に昨日とかね、昨日 K さんのあったじゃないですか、はいはい、で今日もイベントとか聞いてて東京よりも先にやってらっしゃる人がいっぱいあるわけですよ、はい、別に東京が上から目線で落とすっていうだけじゃなくて、こうやっぱり自治体の人全てがこうフラットにこうつながってね、自分のノウハウとかをこう惜しみなく交換するような世界ってやっぱぜひやりたいですけどね、はい、その中でやっぱり一番大きな街ですから、はい、一番大きい街であるじゃやっぱり一番たくさん成功と失敗がないとやっぱおかしいですから、そうですね、一番そこのコミュニティに対して貢献すべきだと思いますね。総務省もやっぱりその広域の連携とかシステムの共同利用とかそういったものはどんどんやっていくことを期待しているので、はい、東京都のその存在というのはすごい役割というのはすごく大きいなと感じています、はい、そうですね、はい、やっぱりよくそのプラットフォームとかシステムの議論になりやすいですけど、まあもちろん共通化した方がコストも下がりますしいいこと増えると思うんですよね。ただそこに行く前にやっぱりこう担当同士がちゃんとつながらないと確かに動かないと思うんですよ、ね、やっぱ急にそのカタログだけ見せられてこれ入れろって言われてもそう、ね、知らんがなみたいになるじゃないですか、はい、こうやっぱりこうシナジー起こそうと思うとやっぱちゃんとこう担当同士がちゃんとね、うん、まあ、こういう場って素晴らしいと思うんですけど、ちゃんと話し合う場を作らないことにはですね動かないと思うんですよね、はい、いくらこう企画書を作ってもですね、確かにもっとこうめっこりその共通基盤を作るんであれば、それを作った人が横の人に一生懸命話をしたりとかしないとですね動かないと思うので、もっとこういう場が多分少なかったと思うんですよ。で東京都に関して言うと先日知事が全ての都下のね市区町村の人に通達を出してくださって、初めて集まったんですよ。初めて全員集まろうみたいな話がありまして、 ICT 担当がですね、で実は本当に今までなかったそうなんですよ。で僕も1回目だったんですごくこうどういう雰囲気になるんだろうと思いながらちょっとドキドキしてやってたんですけど、まあまあまあ最後はちょっといい雰囲気でね終われたんで、やっぱああいうそのちゃんとニーズもやっぱり聞きましたし、まあいろいろ耳の痛いことも結構いただいたんですけど、やっぱもうちょっとやっぱちゃんとこう胸襟開いて話す場を作んないとですね、やっぱりまあ月並みですけどやっぱり人の輪だよなみたいなことはね、まずはそこだなと思います。確かにまずは都下のネットワーキング大事ですね。ありがとうございます。ちなみにここの中で行政職員はどれくらいいらっしゃいますか、手を挙げていただいて。 ありがとうございます。意外と少なかったですね、はい、まあ、でも10人ぐらいは手が挙がりました。ありがとうございます、はい、じゃあ次行きましょうか、
多分これ全部は、うわめちゃ質問来てますね全部は絶対無理です、あと3分しかないんですいません、どうしてもこれ聞きたいというのがあったら投票してあげていただけるといいかもしれないです。 5G 推進と ICT 化を進める上でサイバーセキュリティの専門家も必要だと思いますが、今年も2件との思いますがクエスチョン、今年も2件とのホームページがサイバー攻撃を受けましたということです。そうですね、利便性高めると同時に守りも必要ですよねと。セキュリティチームあるんですけど、もっともっと増やさないといけないと思うんですよね。さっきも言いましたけど、やっぱりやるべきことと守るべきものに比べて人の数だけに逃げるわけじゃないですけど、やっぱりあまりにも少ないんで、強力なやっぱ部隊を作ることをやらないとダメだと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。その通りですね。ということで、既存職員の活用について方針施策施策を お伺いしたいですと、かっこ赤旗のおじさん、さっきのやつですね、なってしまう方もいらっしゃると思うのでということで、どうやって意識改革をしていきますかという感じでしょうか。はい、まず東京都に来て思ったのは、やっぱ職員の方がすごい働くんですよ。ですごい優秀な人が、当たり前ですけど、いっぱいいるんですよね。だからあれだけ大きな町のインフラがちゃんと動くんですよね。でやっぱ ICT に関しては多分慣れてないとか知らないっていうのは多分大きくて、これは覚えればできることなんですよね。何もそのすごいエキスパートなプログラマーになれてるわけじゃないんですよ。最低限にユーザーとしてスマートフォンを使ったりパソコンを使って仕事をするとかね、そういったレベルって、これは覚えればできる話ですよね。確かに、はい、これは多分リカレント教育って多分研修でできちゃう話ですし、はい、環境を作っていくことが大事だと思うんですよね。だからそこについてはそんなに心配しなくて、ほっとけばちょっと不安だし面倒くせえから若手やってとかなりやすいんで、ちゃんとそこはこうなんですかね、サポートしてあげれば職員の人がみんな、もうじきスマートフォンのメッセンジャーとかバカバカこう仕事する時代になるような気がしますけどね。結構、その辺に関しては一回体験しちゃうとやっぱ便利だなって、なりますよね。そうですよね、はいはいはい、ありがとうございます。ちょっとこの次の質問は最後に聞くとして、その前に、IT 改革、これよりもさっきこれがいいなと思ったんです、これでいこう。東京データハイウェイに参画する条件についてもっと詳しくお聞きしたいですという質問です。東京データハイウェイは大きく3つの動きになってます。1つ目はつながる街を作ろうということで、これは都が都民の皆さんからお預かりしているその土地とか都の施設ですね、これをキャリアの人に電波を吹きたいときに使ってもいいですよってやる。これはだからちょっと参加のしようがないですね。で2つ目は重点エリアを決めようということで、今のところ西新宿のあたりと都立大学の後をやろうと思ってます。これについては関係する人がいらっしゃれば、そこで 5G を使ったいろんな実験やってみたいとかあればですね、ひょっとしたらできると思います。3つ目は東京都自らが 5G とか、 5G に限らないんですけどね、実はインターネットを使って行政サービスを何かやってみようっていう取り組みをやろうって今取り組みになっていて、さっき住宅本部の話をしましたけどね、住宅別に 5G である必要ないんですよ。別に LTE でもいいし、もっと遅いやつでもいいんですけど、何かを使ってやりたいって話があれば、今後僕の方でそういう新しいアイデアを持った人をこう東京都の人とつなぐこう縁側みたいなものは何か作りたいと思いますので、そこに来ていただければつなげられるようにはするつもりです。じゃあ今後何かそういう機械窓口みたいなものとか、コンタクト先とかを、整備していくよっていうことですか、ね、はい、それは僕はやります、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後ですね、最後にこれを聞いて終わりたいと思います。宮坂さんの夢は何でしょうか唐突ですね、なんかね。そうですね、僕は実は一番好きなのはスノーボードなんですよね、はい、だから、しっかり東京の仕事を早く仕上げて、はい、滑りに行きたい安全な地球、何年かかるか分かんないですけど ね、はい、温暖化する前にですね、温暖化する前にね、滑り倒しておかないと、はい、大変なことになっちゃうんで、はい、思ってます。でもそれは冗談抜きして、はい、やはり縁があって東京都のデジタル化に携われるって自分でも本当に幸せだと思ってるんですよ。多分この世の中には僕よりも適任っていっぱいいると思うんですよね、スキルの高い人って。でも縁があって僕のところに来た以上はもう全力でやろうと思ってるんで、ぜひこれがね、実現、東京がデジタルの力を使って東京の都民の人が便利になって幸せになるみたいなね、
そんなエアー見たいと思います。でもう一つ具体的なことで言うと、あの自分がね一個だけ絶対残すべきものなんだろうって今考えてるんですよね。もし自分がこの仕事をしてる間に一個だけ残すとする何かっていうと、うん、やっぱさっきの船だと思ってるんですよ。お船、やっぱり強力なデジタル部隊を作る、うん、これが多分僕が絶対やるべき仕事だと思ってるんですよ。でこれができれば仮に僕が能力不足で何やっても失敗でしたとあるとしますよね。でも船に人が残っていればリカバリーできますよね、はい、やっぱだから一番最初、まあ、ベンチャー企業もそうだと思うんですけど、やっぱまず人と組織を作るですよ、うん、これをやることがもう一番大事で、都庁にはやっぱり水道とか、まあ、道路とかね素晴らしい技術者の集団があって、はい、エンジニア文化があるんですよ、うんうん、それを今からまさに東京都っていう行政の中にデジタルテクノロジーの集団を作るわけですよね、うん、でこうカルチャーを作るわけですよ。そこをやっぱり自分がちゃんと残すっていうのが実は一番大事なことで、まあ、そういう舞台が見れるっていうのは目先では一番の夢ですね。おー、はい、ありがとうございます。素晴らしいビジョンを語っていただきました。あっという間でしたけれども、はい、これにてパネルを終わりたいと思います。皆様お付き合いいただきありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、盛大な拍手をお願いします。